外見性思いやり度は自閉機能付き吊り度アウトセットタイプ型引きの不具合時の対応方法をご紹介します。扉を開け切った際に静止しない場合に考えられる原因と対処法をご紹介します。扉を開け切った際に静止しない場合、全開キャッチの取り付け位置が悪く正常に機能していないことが考えられます。戸先側の釣り車を外します。釣り車のフックを倒し、扉から釣り車を引き抜いてください。釣りドレールに取り付けられた全開キャッチが見えるように扉を少し手前に開きます。全開キャッチを固定している取り付けビスを半回転緩めます。全開キャッチを正常に機能する位置に来るように前後に動かしてください。緩めた取り付けビスを締め付けてください。戸先側の釣り車を取り付けます。扉を開閉して症状が改善したことを確認してください。